テニーパンドゥ。おはようございます。今日はディアドラカップで初めての小金井公園っていうところでの大会に来てます。今まで舎人公園の大会にいっぱい出てたんで、会場に来て見たことある人が多かったんですけど、ここのコートに来たら新しい上手い人と、新しくてそして可愛い男の子たちがいっぱいいました。で、今日は、今一戦終えたんですけど、やっぱり強者でした。ベテラン感があって余裕がありました。そして今日は初めての公演で、来る時にバスを2回乗り間違えたくらい余裕持てなかったんで、あっという間に試合が始まっちゃったっていう言い訳もあるんですけど、入らなかったです、ストロークが。前に出てたプレー何回かやって、それは取れたりしたんですけど、最後までよろしくお願いします。はい、今回このタイトルに書いてある通り、試合会場でいろんな人に声をかけられたりしているくらい、以前からいろんな試合会場で結果を残している方との試合になります。リターンを3本連続コートに入れることできずに失敗してしまいました。もう試合の始まった瞬間からこういうのは残念すぎますよね。集中しっかりしてるときはとりあえずコートに返すって思っていたのに返すことができませんでした。ようやくこの4本目でリターンは返せたんですけど、ボレーで決められてしまいました。たまたま前回の配信も相手の方がサービス&ボレーヤーだったんですけど、もともとリターンに特別自信があるわけではないので、サービス&ボレーヤーに苦戦をする形からの試合スタートになりました。最近試合中のファーストサーブの入りもすごく悪いんで、まあ、打ちながらファーストサーブ打つになるかなと思いながらとかになってるんですけど、まさかのサービスゲームはダブルホルトからスタートになりました。私が最近またバックハンドの自信がなくなってきているからか、横に振られるとスライスで逃げちゃうんですけど、スライスの姿勢に入った段階で相手の方がボレーに詰めてきているので、それでポイントを取られちゃってますね。やっぱりとっても試合に慣れてる人なんだなと思います、相手の方は。2ゲームが終わった時点でまだ1点も取れてません。何か流れを変えようと思ってボレーに出たんですけど、一応ボレーでの返球はできましたが、うまく下げられてしまって得点ならずで0対2です。1点も取れないままどこまで行くのかなと思ってたんですけど、まあ、8得点目はお相手の方のダブルホルトでした。取り方はどういう形であれ1点取れたところから少し流れって変わってくるとは思うんで、ここからポイントが取れるといいんですけど、この時もう結構メンタル的には萎縮しちゃってるので、活発的なプレーをできるかわからないんですけど、ゼロで負けるつもりはないんで、どういう変化があるのか見てください。このゲームお互い初戦なんですけど、ラッキーなことに2回目のダブルホルトがあったのでラブ40になりました。あと1点取ったら1ゲーム取れるっていう展開なので、この1点取ることにはしっかり集中させてもらいました。
私この回り込んでフォアで打った時にネットにすることがすごく多いんですけど、一応頑張ってネットは越えたんですけど、サイドちょっとアウトしちゃいました。これで私から40-30ですね。ようやくストロークで深いボールをしっかりと多く取り入れながらラリーができたおかげで、容易的に前に行くことができて、1ポイント自分で取れました。初めて自分で取れた感じですね、ポイント。一応まあ40ラブだったのがでかかったですね。1ゲーム取ることができて、私から1-2になりました。こういうところでファーストサーブをしっかり入れられたら、あの相手の方にもプレッシャーを与えられるんですけど、そこでも入らなかったですね。やっぱファーストサーブの使い方、入れるところっていうのはやっぱポイントによって大切だと思うので、冷静になった時にはしっかりと考えていけたらなと思います。前半は私が簡単にミスしてたからっていうこともあるかもしれないですけど、私が1ゲーム取ったところくらいからお相手の方もストロークちょっと強めに打ってくれることが多くなったおかげで何点か取れてますね。試合中にプレーを切り替えた瞬間っていうのはミスすることも多くなっちゃうと思うんですけど、まあその試合自体に勝つことも、この試合が終わった次の試合以降に調節するためにもしっかりと振り抜いていく、強めに打っていくってこともやっていかないといけないことなのでね、試合の前半にお相手の方がそういう風に切り替えてくれてますね。多分私がバックハンドを逃げてスライスにすることが多いなと思ってるんで、しっかり狙われてるなってこの見てると分かりますね。やっぱり苦手で相手の方があのいい展開になるプレー、バレちゃったらそこを疲れますよね。苦手になっちゃってるところって正直お相手にバレてるくらい自分自身でも分かってるので、そこの強化をしないと変わらないなっていう部分、いう反省がありますね。バックハンド狙われてるなって思ってくると、守備の立ち位置が悪くなってきたり、何でもない普通のストロークでミスしちゃうので、あ、こっちを狙われてる、どうしようっていうメンタルになってて、私がどうしたい、こうしたいっていうのが少し弱まっちゃってるのがプレーに出てきてますね。相手の方のストロークがすごくいいのもあるんですけど、今まで戦ってきた人の中にすごくストロークが生き生きとしてる人もいたので、ラリーがなかなかできないのが今この試合で苦しいところですね。チャンスがあったら前に行こうっていう、前に行く意識を強く持ちながらの試合に最近なっているので、なかなか前に行けない、なかなか前に行けないとか、こう悪循環の感情を抱いちゃってるのが正直あるんで、本当何回も自分で反省してますけど、一点一点今自分が何をするっていうことが、明確に考えられてないのが一番のこのゲームを優位に進ませていけない理由だなって思います。今のポイント、相手の方が私を見てて楽に上にいてるんですけど、やっぱり相手が打つ瞬間にしっかりと構えてプレッシャーを与えられてないと、どっちに打つか悩ませるどころか、私も右側に勝手に走って山張ってましたからね。ボレーに出てってから、あの前に出てった後全部山張ってるだけみたいになってるので、自分がどういうボールって相手がどうなってるかって見たら、多分ボレーに出てってからの立ち位置っていうのもあると思うんですけど、私は今のところそれもまだ考えられてないので、ただ前に行けばポイント取れるっていうことでもないので、
ちょっと脳内の改革をしないと意味ないなってすごい思わされました。今はストロークで深いボール打てて、相手のことも見つつネットに前進できたおかげで、ボレーで初得点ですかね、ボレーで点が取れました。まあ、このね展開を失敗いっぱいやっていけたらって、まあ、今までの動画でも話してたんですけれども、いい展開で前に行けてポイント取るのはいいんですけど、やっぱ前に行けるのって根本ストロークが良くないと話にならないので、私がこう動画配信させてもらってる関係でどん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 成長を皆さんにお届けできるようにしなきゃって思って変化しようとしてたんですけど、やっぱりしっかりと後ろでストロークで続けてチャンスを作れるっていうベースがもっと私にはないといけないんじゃないかなって、まあ、試合が終わった後に改めて復習しながら思ったり、終わった後にお相手の方にちょっと相談してもはっきり言われたんですよね。後ろでしっかりとストロークで攻めていけるっていうベースをもっと作らないと、シングルスやっても全く勝てないと思うよってはっきりと言ってもらったんですよ。まだこの試合負けてないですけどね、それくらいやっぱストロークが大切なんだなってすごく思わされました。ファーストボレーでしっかりとドロップボレーで落としてこれるっていうのも技術がある証拠ですね。挑戦していきたいです。私もやっぱ練習でやったり試合でたくさん挑戦して慣れてきたらできるようになるんだとは思うんですけど、大切なところでリターンをボンミスするっていうのが体から抜けてないですね。やっぱり勝つ心がまだしっかりと備わってないんだなって思わされます。すごくいい試合ができることもできてきてる分、こういう悔しい試合に結果的になってしまうっていうのが残念ですね。ひたむきにラリー続けて頑張って成長してるって伝えられるような動画をね撮りたいんですけど、まだちょっと頑張りが足りないですね。もっとそれが伝えられるようにしっかり頑張りたいです。オープニングの段階でおそらく負けたんだろうなみたいなお話をしてたので、まあ、勝てないんだろうなと思って見てもらったと思うんですけど、一番の課題はやっぱまずストロークの返球がほぼできてないですね。自信がないのか。一回ストローク打ち合ってた時は立ち位置を後ろにして拾うことに専念してたから拾えてた気がしたので、今日もまだ続きがあるので、ちょっとストロークのポジションを下げて、粘ることに専念して、で自分自身のボールが深くいったら、ネットプレーに挑戦していけたらなと思います。じゃあまた次回の動画も今回の反省を生かして頑張るんで、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。